皆に知らせ、次の策を決める。ねえ、ヘイムダルが僕を殺す気だって聞いて、その槍を作ったんでしょ？違う？そうだ。ヘイムダルはクズだよ。でも父上は変わったんじゃなかったの。神殺しも戦も望んでないはず。ああ、だがお前を守るためならば手段は選ばん。よし、開いた。刻印で上にある歯車を凍らせる。合うか。はあ、父上は定めを信じないのにノルムを信じる。お前の命に関わるなら万全を期すべきだ。見ろ。フレスベルグだよ。話しかけてみる。ハースベルゲーガルムレイサーケルク。6つあるって言ってるけども、礼は期待するなって。そもそも開くのがおかしいからってさ。その通りだ。門が埋まっちゃってる。平気だ。どうしたの？戻りかけていた。あの頃の自分にな。怒り、お前を疑い、今も以前も私は父上がいないと僕は無茶をする。いつもうぬぼれてひどい間違いばっかりして、一人でやれるなんて思い上がってさ、バカだった。いいよ、旅をする中でお前は立派な戦士に成長した。その名にふさわしい戦士だが、私に覚悟がなかったのだ。僕がいないからって昔に戻る必要はないよ。約束をしよう。一人の時はお互いの言葉を思い出して行動する。父上もそうして。いい？
ねえ父上、僕がいなくても平気だよね。アトレウス。すまなかった。謝らなくてもいいんだ。成長すればいい。家に帰ろう。戻る前に済ませたい用事はある？いいや、まずはミーミルを迎えに行き、アースガルスで学んだことを教えてくれ。後のことはまた考える。本当の兄弟みたいだね。フレイヤは？引っ越してきたみたいだけど。オーディンに憎悪を向けたことで我らと利害が一致することに気づいたのだ。はあ、僕も説得しようとしたけど。いつのことだ？ああ、夜に抜け出したことがあったでしょ。そうか。殺されなかったよ。聞いてない。囚人を探してんのか。あいつならガルムの尻拭いで大忙しだ。出直しな。戻ったか。どうなった？魔獣の問題は解決した。それは何よりじゃな。ちゅうことはガルムを倒したのか。まあある意味ね。アトレウス、皆を苦しめた男のいるアースガルズに行くなんて私には理解できないわ。せめて有益な情報が得られていればいいのだけれど。役に立てばいいけど。ほら、オーディンの計画を話すよ。彼が何より気にかけてるのはラグナロクのことなんかじゃないんだ。この仮面だよ。誰か見たことある？仮面か。はっ、証拠りもなく。わしと知り合う前からご主死んじゃったな。巨人族があやつをからかっておるだけじゃと思っておったが。はい、見ますよ。知らない。違うぞミーミル、この仮面は本物だ。巨人のものでもなく、それを実際に目にした者も少ない。その起源を知る者はおらず、創造の神秘を垣間見ることができると信じる者もいた。信託か。それ以上のものだ。これがあれば無限の知識の源を手に入れられるのだぞ。私はこれのせいで拷問された。フレイヤは何か知ってるの？いいえ、私には知る資格がないと思ったんでしょうね。でも忘れないで、オーディンの言葉に嘘はなくとも目的は悪意で満ちてる。とにかく仮面に惑わされるべきではない。狙いは今もヘイムダルで変わりないのよね。他にも運命を変える道はあるはずだ。バナヘイムに戻るわ。
あなたがやらないのなら戦おうとする兄に手を貸すべきだもの。我らも後で合流しよう。父上、僕は仮面の文字を調べて何か考えてみるよ。でもどこかに行くなら僕も行く。それからみんな、あんな風に出て行ってごめんなさい。傷つけるつもりはこれっぽっちもなかったんだ。まあ意図せず熊に変身してしまったら、ああいうことも起こりうるんでしょうけど、みんな許してくれる？当然だよ。悪気はなかったんじゃろ、シンドリ。許しますよ、そのうちね。今はそれで我慢する。ついでというわけではないが、奇襲を傍観していた私のことも許してくれるかな。たとえ争いを避けていたとしても、住まいが襲われるなら話は別だ。不死の化け物ならばなおのこと。だが私は剣ではなく盾を取った。非難されても文句は言えまい。同じことがあれば次こそは戦おう。よくぞ言った。その言葉信じるぞ。その斧、よければ研いでやるぜ。生ける砥石だ、俺のことよ。平気か？あの程度のことぐらいでへこたれる俺様じゃねえっての。俺は誰かさんみたいに頭を包帯でぐるぐる巻きにして気を引いたりしねえよ。襲われたんです、クマにね。預かれただけだろ。フレイヤの部屋には緑があるぞ。落ち着く。少し影をしよう。待って、僕も行く。やった、フレイヤにも会いに行く。ああ、一緒に行けて嬉しいな。それで前に来た時は何があったの？フレイヤはなんで父上を殺すのやめたんだろう？オーディンの呪いを解くため生まれ故郷に行き、呪いを解き敵ではないと認められた。フレイの野営地でブロックが真っ逆さまに吊るされる姿は一興じゃったぞ。フレイに会ったの？どんな人？妹とは違い、信念のない男だ。じゃが人を許せる男でもあるぞ。無能な指導者でもある。心根は良いやつじゃぞ。きっと気に入る。